市川春代は、日本の映画女優、歌手である。出生時本名は、同じ、結婚して本名は、かからせとなる。戦前のサイレント映画時代から始まり、陶器域に実力を発揮し、戦後も長く現役の女優であった。1913年2月9日、長野県長野市の善光寺門前の西後町に、弁護士の父、き一、母、金の次男次女の次女として生まれる。 県庁や裁判所の資金の地であった。1919年、長野県主犯学校附属小学校に入学。1924年8月3日に、父が死去、同校を高等化2年で中退して、おじが婚姻にしていた、日活の取締役、ネギ光一の紹介状を持ち、13歳になった1926年6月16日に、日活大将軍撮影所に入社した。 稲聖一監督の都の西北でデビューした、主演の中野英治の弟役である。そういった子役やら、同輩の玉川道美と仲良く舞子役などで、クレジットもなく出演する日々が続いたが、春坊と呼ばれて、スタッフに可愛がられ、安倍豊監督邸にお世話になった。和製コリーンムーアと呼ばれた。1920年5月の本家ムーア、20歳。一般的には、 入社第一作とされているのは、1930年の現代劇、長倉助隆監督、入江隆子主演、銀座セレナーデである。1931年、伊藤大輔監督の、侍日本で名を成した。時代劇にも出演したが、入江の兄の東、坊城康史長監督、佐藤八郎原作による、市川主演作、浅草ヒなど、現代劇にも多く出演した。 特に入江主演、東傍城監督作品に徴用された。徳永フランク監督の、金は天下の周り持ちでは、谷間一致の相手役に抜擢された。当時来日した、ハリウッドスター、ロナルド・コールマンが、同撮影所を訪問した際に、コールマンから、和製コリーン・ムーアと名付けられた。その頃、サイレントから、パート・トーキー、トーキーの時代に入り、B 級作品で主演をした。 1934年2月26日に東方が新しい専属契約スターに市川の名を連ねたが、当時の同撮影所総務の長玉正一の説得で市川は同撮影所に泊まった。同年10月、渡辺邦夫監督の花嫁日記に主演し、その主題歌あなたのあたしで歌手としてレコードデビューした。同作を最後に日活を退社した。 同年の暮れから翌1935年春にかけて、新興キネマに移籍しており、12月に公開された、村山実監督、小島正次郎原作の2作、花咲期前編並子の巻、花咲期後編絵馬氏の巻で、雑誌記者七条並子を演じて、スターとなる。1935年8月、日本クリスタルの第7回新婦として発売された、乙女日記と、 ユーズキミレバのカップリング、同社の方角の最後の新譜となった、青空とベテーブープのカップリングの2枚の SP 版を吹き込んだ。同年のマルベル堂のブロマイド売上ランキングでは、7位にランクインした。同年、小畜から独立した重修無監督による、東京発生映画製作所の設立に参加、陶器映画に出演した。1937年に、 同社で制作した豊田志郎監督、石坂洋二郎原作の若い人の初映画化では江波恵子を演じて評判となった。同社では愛染夢子と市川が二大スターであった。同年12月12日、24歳で録音エンジニアの加カ健一と結婚した。1938年3月2日には古巣の日活京都撮影所に戻り時代劇に出演する。 後年、1980年代になって、再評価された、牧野正宏監督、片岡智恵蔵主演、リックミネ客演の華やかな時代劇ミュージカル、ユアンヤム歌合戦に、出演、26歳の可憐な娘姿が引退後の、現在も知られるところとなる。なお、同作の撮影直前、同年11月7日に長女を出産している。 1942年の戦時統合による日活の制作部門の大英の統合に際しても大英京都撮影所となった同撮影所に残り知恵蔵主演の宮本武蔵シリーズ稲垣博監督の宮本武蔵一条寺決闘伊藤大輔監督の二刀流海岸を呼び決闘犯や坂などに出演した1942年11月6日に長男を出産した 戦後、1948年からは、古巣の長年過ごした撮影所を離れ、小竹京都撮影所や大船撮影所、牧野正宏の CAC や宝プロダクションなど、様々な撮影所での作品に出演するようになる。通算200本近い作品に出演した後、50代を迎えた1966年、池辺プロダクション制作の五泊6日を最後に、 映画界から引退した。その後、テレビ映画では、三田義子支援の、夜の人で、特撮テレビ映画、ウルトラセブン第24話には、古橋隊員の母役で出演した。2004年11月18日23時51分、老衰のため、神奈川県鎌倉市の病院で死去した。十一歳を晩年は、同県三浦郡葉山町で過ごした。二刀流海岸。 ありがとうございます。